マッキントッシュクワドラ950は、アップルのクワドラ系の3番目のデスクトップコンピュータで、ある。フプを内蔵していない 68LC040 ではなく、モトローラの68040プロセッサをもとに、している。クワドラ900の置き換えであり、CPU クロックは 25MHz から 33MHz まで上がり画像を描画性能を向上させた。それ以外の部分については、 2台のコンピュータは同一だった。1993年、950はより安い、クワドラ800と840 a v に追い越された。新型のクワドラはインターリーバドラムを備えていて、同様に強化された、ビデオシステムとスカジーバスを備えていた。それらはより小型の筐体に収まり困難であるにも、かかわらず950はサーバー市場へ800と840。 AV の生産終了後も生産が継続された。クワドラ950は、より強力なパワー PC 搭載のパワーマッキントッシュの登場で1995年に終了した。それは、最も長く続いた68キロモデルだった。高容量のラムと多数のニューバススロットを備えていた。中期、このコンピュータは、自動車のように鍵でスイッチを ON オフすることもできた。 ありがとうございます。